プレゼント決めてて、そう、今日久しぶりにオフだったから、今日だって思って買い物行くなら、迷って、ギリギリまで迷って、やっと決まって帰ってきました。タクシーで急いで。雨降ってたから、走るのやでタクシーで帰ってきちゃった。疲れた。疲れてる。パクった。いや、チャリも乗りました、今日。午前中はチャリ乗ってました。せっかくオフなのに一日中動いてた。午前中チャリで買い物行って、雨降らないうちに重たいもの、生活用品重たいものを買っておこうって思って。午後は買い物しました。柔軟剤と洗剤が一気になくなるっていう嫌がらせ。あ、ウェアポッツしてる。気づかなかった。帰ってきてそのままだった。いや、私本当にちょっと聞いてほしい。やばい、本当に怖いんですけど。自分がタクシー乗ったんですよ今日。エアポッツしてるの全然気づかなかった。怖い、エアポッツしてるの気づかない。今日タクシー乗って帰ってきたんですけど、家着いてからカバンがなくて、買い物袋しかなくて、家着いて5分ぐらいして配信の準備してたら、あれ待って、カバンないって思って。え、これやらかした、タクシーに置いてきたわ絶対って思って。でも財布と鍵だけ奇跡的になんか手で持ってタクシー出たから、財布と鍵あったから、まあ別にいっか。 いや、よくないなーって思いながら、部屋探してもないから絶対ないって思って、一回そのタクシー降りてから来た道戻ろうって思って、まあ落ちてたらさすがに気づくよなって思いながら戻ったら、タクシー降りたところ、降りたすぐのところに落ちてて、カバンが。本当だよね、びっくりした。カバンめっちゃ濡れ、ほら、トートバッグなんですけど、めっちゃ濡れ、わかるかな、びっしょびっしょ。え、本当にやばい。おにぎり入ってたし、なんか大事な領収書っていうか、あの領収書じゃない、なんていうの、水道代の支払いの紙も入ってて。 よかった、見つかって。リ現実リアルエペカバンをバックパックゲット。エアポッツしてたら気づかない。そう、エアポッツ怖いですよね。もう全てはエアポッツが恐ろしい。もう耳にしてるのも気づかないぐらい、もうノイズキャンセリングしてされちゃうから、びしょびしょになった。いや、カバン落とすってもう、私も、どうしようもないね。気をつけようがなくない？ でも財布と携帯持ってたから、なんか多分見つかんなくてもしょうがないってなってた気がする。絶対にないよね。道路に落ちてた、びしょ濡れの。記念に写真撮っちゃった。
軽すぎたんだよカバンが。カバンが軽すぎた。トートバッグ向いてないわ。ショルダーバッグだわ。ショルダーバッグ買わなきゃ。本当に怖い、もう本当にやだ。おにぎりはちなみに筋子です。筋子に決まってますあ、もう疲れました。カバン落としてびしょり濡れになってなんですけど、今日は楽しみにしてた、ずっと見たかったリバイバル配信されてる研究生、下の名前で呼んでみて、研究生スペシャル公演のリバイバル配信を見たいと思います。イエーイ、音源申請した、イエーイ。今 DMM でリバイバルされてるんですけど、稼働が卒業する前に、卒業メンバーはいつもね、卒業前にねリバイバルしたい配信を選ぶんですけど、稼働がこの公演選んでくれて期間限定で見れちゃうということで見ていきたいと思います。いいですか。いや私も正直全部が全部ちゃんと覚えてるわけじゃないから、めっちゃ楽しみ。じゃあもう早速始めたいと思います。皆さんもぜひ楽しんでいただけたらと思います。見れる方は一緒に見て。桜ありがとう、桜ギフトありがとう。春ですね。今日は雨降ってたけど、これね、音合わせるの難しいと思うんですけど、そこはもう合わせてもらって、音にこっちの音出しますね。途中でちょっと筋子おにぎり食べますあれもうさ、 Wi-Fi がさもう調子悪くて、もやだ、 Wi-Fi 使わない、ギガモンスターなんで Wi-Fi なんて使いません。やばい、レイヤー、これもコールがある、忘れてた、コールがあること。いや、研究生公演のさやってた頃、もちろんコールあって、その研究生の住人登録、研究生のファンの皆さんの歌めちゃくちゃ熱くて、 M3 の公演ってどっちも出てたんですけど、研究生公演の盛り上がりが毎回すごくて、それが毎回嬉しかった思いました。でも最初の曲何かも覚えてませんめっちゃ楽しい。ねえねえ、なんでなんでさ、見て同時に見てる人いんの、私が配信してんのにパパかママどっちか見てるんだけど、止まっちゃう。ちょっと待って待って待って、見ない。
ません、これもうしょっちゅう止まったらめっちゃ嫌なのでちょっと LINE しました。これそういうことですよね。ゆりやん、ゆりやん、ななくん、せーの、最高。見てないよ、だってこれ出るとき大体見てるときだって初日が始まりました。9人待って9人いる、めっちゃ人数多い。わあ、大滝さん。え、これってさ、大滝さんのさ伝説のあれですか、あの夕日を見ているか。桜餅ありがとうございます。待って、若い。え、別の端末で視聴が開始されましたって、なんで。ごめんなさい、めっちゃいいところなのに。よかったな、ママは見てないって。若い。え、あゆ、あゆの髪長い。ななこの前髪ない。私がポニーテールにはまりだした時期じゃないですかね。私ポニーテールすごい好きじゃなかったんですけど、いつからかやるようになった。あやにゃー、激かわいい。研究生だもんな。え、また出た。瀬戸里本当に覚えてないよね。なんかアイナが一番若くない？アイナが一番若いのか、実際誕生日的に。すごい、ちゃんと大人になってるんだな私たち。めっちゃ子供だもん。なんかね、ニャーニャーとか、あと稼働がもうめっちゃ子供に見える。うん、ねえ、ななこの前髪がないのが全然違和感ない。しっくり、全然どっちもしっくりくる。めっちゃ出た。ごめんね、止まっちゃうところどころで。あ、私間違えました。カルタソーラニーで一人で踊ってた。ね、なんかさ目輝いてない？私今より輝きがなくなってない？この頃なんてさ、カラコンなんてものがさ全然知らなかったしさ、人に裸眼で勝負できてる。キラキラしてる目が。ね、アヤニャン可愛すぎるんだけど、昨日のアヤニャンみたい、ずっと可愛い。って感じする。あ、大滝の
映るかな。あれ、あって顔してた。ここのおたけのモノマネよくねやってた。見てんの。おばあちゃんとか、ね、そんな一緒に入ってないよね。一緒に入ってるのかな。みんなメイクがさ、今と全然違う。メイクが古い。みんな可愛かったわって。いや、今も可愛いよね。可愛いんだけど、違う可愛さあるよね。目がキラキラしてる。角がめっちゃ子供。お、すごい早着替えだ。え、やばい、私煽ってる。なんか喋り方が若い。メンバーみんなでの実況配信ねえ、わかる、やりたかった。え、なんかさ、レイニャーっていうさ、でっかい声をさ言ってくれてる人がさいる。最前で入ったな、だって美波の声量が今よりない。なんかこれ今もやってる曲だからさ、改めて人数減ったんだなって感じるなって思ってた。
んかリハも本当に大人になった。かわいい。リハのこの一ソロの歌いがちかわいい。いや本当にかわいい。だってアイミはめっちゃかわいい子供で、ナナコもさ割と昨日のナナコ。アユとカドはめっちゃ変わってる気がする。わあ二人でやってた。え、これ本当に何純情主義とかだったっけな、ユニット。やりたい、もう一回。なんか今と全然違う。大人になったんだね。ちょっと待って、若いなみんな。皆さんこんばんは、 NGT48 です。あ、私ですね、 NGT48 ですって言ったの。絶対私これ、はい、声的に NGT48 研究生です。 NGT48 下の名前で呼んでみて研究生スペシャル公演が始まりました。イエーイ。まずはじめに初日チャンスの順番、重力シンパシー、ラブ修行4曲続けて聞いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆さん、また止まってるよね、これ。なんで？研究生スペシャル声が帰ってきました。イエーイ。目がもうショボショボする花粉で。ありがとうございます。今回のこの公演は前回とセットリストも変わってくるので、あ、そこは引き続きありがとうございます。何かは言えないんですけど、2回目だ、2回目だ。引き続き皆さんお楽しみ。やっぱ大滝のさ夕日を見ているかの時だよね。紹介させていただきます。まずレイニャからどうぞ。気をつけ、レイニャー見てる。ありがとうございます。暇さえあれば歌ってる、ね、今より目でかくない、やっぱり。ありがとうございます。埼玉県出身、高校1年生、16歳のジンギスキャッツのレイニャこと政治レイナです。ということはジンギスキャッツ、え、待って言ってた、ありがとうございます。ジャンケン大会の前でジンギスキャッツを広めていく活動をしてて、自己紹介で入れるって3人で決めたんですよ。かわいすぎる、仲良しで。レイナがすごいなんかみんなに仕切って、みんな研究生っていうの忘れないで言ってたよ。自分で間違えたって、自分で間違えたって言って、優しい。みんな
やばい、緊張やばい。あ、緊張してたらしい。今日は9人だけの公演をやらさせていただけるということで、私たちにとっても皆さんにとっても最高の思い出の一つになったらいいなと思います。今日はよろしくお願いします。濃いのかな。はい、MGT のおしゃれ番長、あなたもあなたもみんなの MGT のおしゃれ番長、テンションがまう。おしゃれ大好き16歳のまんまんこと高橋真央です。ねえねえ、本当に可愛いね、はい、ありがとうございます。フォトログとかでもさ、ジンギスキャッツを広めていこうって言って、ね、フォトログに絶対ジンギスキャッツのどんな内容でもジンギスキャッツの絵文字をつけるみたいな決めてやってたんです。そうなんですけど、6月にやった時すごい楽しくて、今日できるのが本当に嬉しくて、もうさっきも序盤からテンション上がってちょっと汗かきまくってるんですけど、何見てるんですか。今日はね、ちょっと皆さんと一緒にいい汗かいていきたいと思いますので、研究生盛り上がってください。よろしくお願いします。スペシャル公演、下の名で名で呼んでみて、スペシャル公演。懐かしいこの素晴らしい。7個の本題です。はい、ライフの名は一期一会、共通の大切に、20歳の西村奈々子です。西村奈々子、ありがとうございます。いや、いいですいいです、大丈夫です。ベタそう、いいです。本当はた、あ、本当、あの、本当、拍手は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 大丈夫です。ですね、あの、皆さんタイトルね、よく考えてください。下の名前で呼んでみて、ね、フルネームで呼べたら決して書いてないので、まあ止まっちゃう、めんどくさいなこれ。今日は西村はいいので、ぜひ ね、あの、下の名前ですよ皆さん。あのフルネームだとね、あのフルネームは時間がかかるので、今日は短縮バージョンで皆さん奈々子って呼んでください。今日もよろしくお願いします。イエーイ。ピピ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 ゆりやん、もうつるつる、もうなんかゆりやんに会いたいな。みんな緊張してるわ。いや、もうそれはそうだよな。スペシャル公演できるなんて緊張するよね。大好きな弟にも届くぐらい頑張りたいと思います。よろしくお願いします。待って、大好きな弟の話してるのさ、はい、誰って言わないで。名前伏せてるけど、みんな知ってるよ名前。読んでください。よろしくお願いします。大竹北斗。常に北斗のこと考えて講演してたんだね。やっぱり。だから卒業アップルめっちゃ考えるな。なんか。かわいいよ。なんか愛してるよって言われちゃった。あら。かわいい。違うの。今日は年下の。マジで可愛いアヤニャン、やばい、推しメンできた、推したい。名前を皆さん下の名前でたくさん呼んで、みんなすごい、ね、緊張してる。喋り方もさ、動作も何しろさも何から何まで全部アイドル。緊張ほぐしてください。よろしくお願いします。あ、再生入ってこないかな。本当に緊張してるんですけど、そう、アヤだけじゃなくてみんなの名前をたくさん呼んでください。ということで今日は一日盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。かわいすぎる。はい、ここで、前列5人は準備にかかるので一旦下がります。後ほど。バイバイ。奈々子の MC 変わってない、喋り方。はい、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 私がマイクを傾けたら押したろって言ってください。お気に入りで呼んでください。ショートにしてからさ、全然違うよね。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも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 。
後ろ姿をつけたな。太郎じゃなくて今日はあゆかって呼んでほしかったり、まあそれはいいんですけど、多分このね、この中で多分 BMM を見てる方以外、以外じゃないや、あの人も、ここにいる人も前髪がさ、昔の今日の公演を楽しみにしてきた自信があるんですよ。この時のアイドルの前髪、なぜなら昨日3時半まで寝れなかったんです。みんなこう半分に分けてガッチガチに固めるって俺も、俺も本当にやっぱ流行りですよね、前髪も。今日は今はすごい楽しみにしてきたので、全部パッチンでちょっと薄くみたいな。皆さんの声をちょっと今日は聞きたいんですけど、久々に。昔はみんなこれだったの。いいですか、じゃあいきますよ。じゃあ、まあ、見て通り多い男子、よくやってたな、このできますよ。女子、あれ女子少なくない、意外と。女子もっといけるよね。もう一回、もう一回やってみよう。いきます、女子、アイニャがまださ、自分のキャラを出してない。今日はたくさんその調子でね、あゆかって、あゆ太郎ではなくあゆかって呼んでほしいのと、こう研究生スペシャル公演をやらせてもらえるにあたってですね、こうちょっと昔話をすると真面目な話になっちゃうんですけど、研究生になった時、自分はその研究生の中村あゆかっていうのがすごく正直恥ずかしいっていうか、すごい嫌だったんですけど、正直ね。でも今はこうやって皆さんがたくさん応援してくれて、こう NGT48 で活動できてるにつれて、すごく自信ができて、今すごく研究生の自分にすごい誇りを持っています。なので今日はたくさん素敵なパフォーマンスと、素敵なパフォーマンス、素敵な時間を皆さんと作れるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ、めちゃくちゃいいことを言ってました。よっと、あなたのハートにバーン。ちょっとコルセットつける、腰が痛くなるよ。ありがとうございます。青森県出身19歳みはちゃんこと奈良美春です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。おー、いやー、皆さん、メンバーとファンの皆さんの息がぴったり合ってますね。さすがです。今日は研究生スペシャル公演ということで、9人の魅力だったりパワーを存分に感じてもらって、もっともっと研究生のこと、応援したい、研究生のこと知りたいって思ってもらえるような、素敵な素敵な熱い公演にしていきたいと思いますので、皆さんもう遠慮せず下の名前をたくさんたくさん呼んで。なんかみは今よりしっかりしてない？よろしくお願いします。MC あれおかしいな。未来のみは、はい、裏方にはしっかりしてる、めっちゃこんなんだっけ、いつも。石川県出身の17歳からちゃんことカデュリアです。なんて角が一番子供かもしれない。ありがとうございます。ありがとうございます。ユーリンキタルの時、そうだ、昔ユーリンキタルだったけど、ユーリンが嫌いで、自分で決めたのか分かんないけど、カドちゃんキタルに変わったんですよね。うちわとかもなんか私カドっていうのが結構多いんですけど。え、これきっかけだっけ？ね、なんですけど、今日はすごいですか、人の名で呼んでみてっていう声なので、あのユリアって2人いるんですけど、たくさんユリアって呼んでくれすくすくれすくれくださったらくださったら嬉しいです。はい、今日も盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。言い間違いに笑ってくれるファンの人、優しい。はい、優しいんだよな。何でも笑ってくれて、今拍手もいいけど、やっぱさ笑ってくれるってさ、安心感。ジンギスキャンツーの坂上野です。よろしくお願いします。いいよ別にって言われてるけど、本当にいいよね別に。ありがとうございます。ジンギスキャンツー言うのすごくやばい。髪型おそ、ね、あ、そうかもしんない。あ、本当だ、お揃いにしてますね、これ。6月に1回スペシャルコーナーやらせて、なんか思い出してきた、カジョドラダイユニット、私思い出した、アヤニャンと3人で。ちょっとネタバレだけど、絶対に1回目の声よりも盛り上がる声にしたいと思ってます。1回目もね、本当にすっごい盛り上がりだったんですけど、まだ真面目アイニャン、この頃だから今も真面目だけど、今回もね、それ以上を超えるくらいの盛り上がりできるように私たちも頑張りたいなと。まだ猫かぶりアイニャンです、これ。緊張もしてるんですけど、何より心からね楽しんでこの公演ができたらいいなと思います。今日はよろしくお願いします。だってさ、これ何年前よ、はい、本当に。ありがとうございます。はい、本当にね、さっきも奈々子ちゃんが言っていたんですけど、今回のね公演は1回目とセットリストもだいぶね、
まだご縁になっていない時です。絶対にびっくりするよね、うん、前回のまだまだウォーキングがウォーキングあるのか果たしてもそうだしね。そう、あのマウちゃんのウォーキングね、みんなでやったりね。前回のウォーキングいろんなことに挑戦したんですけど、今回ないの？あの新しい公演、あ新しい公演、公演に向けて公演として新しいことに挑戦できてる公演だなと思うので、皆さん最後まで盛り上がっていく準備できてますか？かわいい、できてますか？はい、ここからは9人で様々なユニット曲をお届けしたいと思います。まずはこのユニットからどうぞ。なんだろう、ユニットわかんない。この衣装やばい、そうだ、大滝天使やっちゃいなよみたいな。大滝と奈良子とマウは普通にやってたところで、前回の瀬戸里と比べたい。前回の瀬戸里と結構変わってますか？ちょっと携帯いじれなくて調べない。2回目だもんね。これ、わー、風船渡してる。天使この頃はめっちゃやりたかったけど、今やんなくていいな正直。メイク泣く直し見ててください。お家帰ってきた、そのまま始めたからバタバタして。私だけの片思い。今のれいちゃんのテンションしか満たすぎる。ロン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 。衣装着れるならまだやりたいかな。もし君にこの視線気づかれたら。でセンターポジとその黄色のポジションやったことある。見たい？需要あるかな。見たい？可愛い王ちゃん。一回しか見えなかった。でも結構やってたよね。リカのアンダーとアンジュのセンターの曲のアンダだ。私多分絶対これ、絶対これだよね。ほら覚えてる、これこの頃からやってたんだな。ふざけたのあんなん時からやったから。衣装かわいいな。目を閉じてベッドの中、羊たちが
装ね、衣装いいよね、こうやって行きたいな。この曲センターでやってみたかったな。めっちゃやってたけど一個ずつしかやったことない。テブロ公園でこのポジション、歌い方変わんない私と思いません、歌声とか。アイナちょっと違う気がする、子供っぽい。スピード出して肩に叱られる道を走る、いけない夜明け。どうやって悟り考えたんだっけな。でもなんかエモいっていうか、今までやってた曲を詰め込んだ感じだよね。きっとみんなありがとう。あやには何歳年上？4歳かな。5歳？4歳？この時のアイニャと同い年だった。じゃあもう5歳は年上かもな。2年半前でしょ。お腹すいた、いちご食べよう。なんか全然主義始まりそうだけど始まった。私全然主義じゃないの。あら、なるほど、みんなやってたメンバーが、バン。いいけど私は愛はいつだって流れ星で。カロのこれめっちゃいいな。てか衣装がやっぱり良すぎる。これだって衣装がいいよね。語るよりも一生忘れない自信ある。振り自信ある、好きだしめっちゃやってたし、
多分おばあちゃんになっても踊れると思う。ねえ、みんなすごいね、コールこんな揃ってやってたんだね。みんなの心が恋しいよ。付き合ってあなた持ちない主義、腕をすり抜けて逃げる、金もパサを分かって、ダンススキル高、この頃からカメちゃんダンス習ってなかったのにさ、この上手さって。今換気休憩とかないのか。あ、そうだ、この衣装のまま、可愛すぎ演出。樋口くんはスクショしよう。この頃の配信見てた時もめっちゃスクショしてたな、自分の DM に漏れてるスクショ集めてた。最近やんないけど、アイニャかわいい。やばい、コールがめっちゃいい。ねえ、めっちゃ止まる、誰見てんの。この衣装で踊ってるめっちゃ可愛いね、このバラバラな衣装で。可愛かったんだな私。私可愛かったんだな。なんかでも違くないですか。あ、それぞれのユニットめっちゃいい、この演出かわいい、かわいい、ありがとう。じゃあちょっとなんか垂れます。天使の尻尾パジャマドライブ、私が言ってた順序すぎ、3曲続けて聞いて聞いていただきました、ありがとう。君好き、4曲続けて聞いていただきました、ありがとうございます。
ちごいちごいちご初めてテンションシップやった子だったり、あのね、この衣装をね久しぶりにやったって子だっていると思うので、うん、このね、ユニットとか衣装についてしたいなと思うんですけど、ちょっと MC 中ご飯食べたいと思います。そうですね、すごいあのユニットシャッフル前に順序主義のアンダーを、ね、そのままもいっぱい食べたんですけど、この衣装着る自体がすごい久しぶり、そうだね、なんか久しぶりに見た、こんな短かった感じがすごい、なんか3人のおばさん、なんか1人だけ出すのが高く、確かに3人の中にいるとね、確かに色気出してちょっと今の MC、もうすぐ旗出てたみたいですよ、色気よかった。じゃあ次、はい、あやにゃん、あやにゃんです。私はパジャマドライブをもともとカトミナのアンダーとして出演させていただいてた時に、私豆乳にとか牛乳にさ、熱いですねこれ、分かる、いちごをスプーンで潰して一緒にいちごミルクみたいに食べる食べ方好きなんですけど、言ってたもんね、やってもいいですか、汚いんですけど、なんかさ、ね、あやがやると本当にめっちゃ甘い、いや違う違う、あれとかなくて全然そうじゃなくて、いや遅いよ、そうじゃなくて、違う、あやはできちゃうからね、え、ファンの人がさ、もうさ盛り上げてくれすぎてさ、 MC 可愛かった、なんか笑えない可愛さ、普通に本当に可愛かった、だから本当にみんなに声出してほしい、公演笑えない可愛さ、違う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 、だからなんて言うんだろう、年長のメンバーがやるとさ、なんか笑い起きるじゃん、なんかおふちゃんとかやるとき笑い起きるじゃん、でもさ、なんか大竹がやるとなんていうか、可愛いから笑ってんのか分かんない、テンション設定しね、そうそう、最初ね、大竹が天使ってなったんだけど、実際にこうリハーサルとかね、あの衣装着てるの見た時に可愛いと思って、モフとさ、マリナとさ、ななこちゃんも始まり、ミーズの天使がやった時覚えてます、何の時だっけ、あれ本当にやばかった、悲鳴、悲鳴起きてたよ、リハーサルの時、何の時だっけ、声がさ、声までふざけてやってたんです、私はですね、この胸の切なさで息を吐いて、本当にこんな感じ、私は、今から何ある曲を披露したいと思います、やばい、忘れてた、待って、マジで飛ばしていいですか、大丈夫だね、しようねって相談したじゃん、裏で、やばい、なんで忘れてた、違うこと言うの、えでもやるって、あっちと決めてあるから、ね、ちょっと待って、あっちと、待って、そういうことで、早速ミュージック、やばい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 、あっけー、このサヤルが歌ってる15歳のレニャーこと選手レイナです、いやこれ恥ずかしいよ、本当にメンバー後ろで盛り上げてね、かわいい、これこう見えて多分めっちゃ緊張してます、でもこれがあったからこの公演緊張してたかもしれない、でも会いたかったです、ソロ曲じゃないわ、替え歌ってめっちゃすごいですよね、待って、子供で可愛いかもしれない、ねえやばい、昔私ハマってたポエム、やばい、ポエム書いてたんですよね、昔ポエム書いて投稿してました、この歌詞作ってくださった監督も本当に天才、やばい、あ、ここ大好き、なんてこったパンナコッタでね、このリバイバルさ、みんなやってることちゃんと知ってる？絶対見た方がいいよ宣伝しなきゃ、終わっちゃう前にねえ、ファンの人が優しい、やばい、いちごミルクめっちゃ美味しそうに飲んできた、違う、本当に
にこの後がやりたかったやつ。いや残念ですが、ね、なんだよ一番あれなんですけどやらせて。じゃあ2番曲もう一回お願い、いちごミルクです。めっちゃ美味しいかな。優雅さ可愛いけど、可愛いよ。その曲はね、あの青春時計の、特典映像に、なっているんですけど、みんなそれぞれ一人ずつあるんですけど、うん、タイプ B にね、収録されてるんで。まだ見てないよって方います？見れないけど。あ、みんな見たかった、嬉しい、ありがとうございます。なんかさ、嬉しい、若い、ね、赤さってすごいね。見てカラオケとかでね、会いたかった入れて政治レーナ歌ってた。その手があったよ、ね、すごい。一応乗ってないから。確かに確かに。ぜひね、これからも、ま、時間あんじゃない？まい、なんかまだまださ、準備できてないっぽいけど。本当にまだできてないのか。喋り方がさ、ちょっと謝って、やだよ。ワンフレーズ、ワンフレーズ、うん、ワンフレーズ、ワンフレーズだけ。いける？メタルラップ。本当に本当に言ってる？聞いてない聞いてない。あの私のあれ聞いてたんだけど、あやのは本当に聞いてないです。本当に知らないやつ。聞いてないよ。じゃあちょっと待って、ちょっと食べただけでお腹めっちゃ苦しい。ネガティブ下手で人見知り、ひため気にして、うずくまり、存在も薄くなり、くすぶったり、なんか言わずくなり、かわいい、こういうところが頑張ったよ、ゆうちゃん、ほんとに。かわいい。いや、電波悪くなっちゃった。いいなぁ、私もこういうミスしてかわいいって言われたい。私多分この頃から変わってないけど、バカだなーになっちゃうんだよね、私がやると。なんか接続が悪いわ、ぐるぐるってなっちゃった。こういうところずるいよね、かわいいね。あのね、大丈夫、正直ずるいって言ってこの頃から。だって後輩 MC もこれ結構伝説ですよね、確か。はい、後輩 MC ではこれ、ま、これやるんじゃないっけ。今やってきたユニットのことを話していこうかなと思うんですけど、うん、もう天使やっちゃったからな。え、かわいい。そんなことないよ。男性すごかったよ、なんかおおみたいな、ね、だって私たちが天使できないもんね。ありがとうございます。大滝天使、本当に、うん、天使って言われるときはドゥエーって。わかる、わかる。私ちょっとご飯食べたらいちご食べたくなる気がする。2つだけ残しと、天使なんだけど、すごいかと思ったからね。間違い、間違い。でもピンク似合ってたよ、うん、絶対今のうちにご飯を。今似合ってたよね。今日はね、すじこおにぎりとありがとうございます。スーパーで買った。でもね、ピンクのユニット、天使のしっぽのピンクの衣装を着るから、なんか今日メイクさんに煮物です。女の子目でしてください。知ってた。ちょっとチンしてきます。お寿司っていう感覚で、多分お寿司好き。
だから多分すずこおにぎりが好きです。人数多い、前半後半 MC 今3人3人です。4人5人でやってる。でもこの人この感じ。ただしガチな話、リハ見てたけど一番天使だった、ね、もう20だったの。七個って20だったのこの時。ずっと言ってるよね。わかる。で、食べたり。やってみたい曲。ノリはちょっと。そういうわけじゃない。もうあのね練習してこれから完璧にしようと思う。シルに突っ込んだ。でもなんかソロとかもやってみたいよね。ああ。モテキはソロとかに合いそうだけど。物の知らない別に、ね、さっきさあのレイニャーがやってたけどさ、そう好きになってねいるよね。いるよ。当たってる子がよ。本当に、うん、タイプ A です。雑にしすぎた。収録されてる絶対やけどした。ちょっと始まる。この MC 痛かった。お願いしますよ。いただきます。お願いします。目に見えてるよこれは。正直サビしかさ覚えてない。どんな A メロだったっけ。
占い。え、これさ突然ですが占っていいです、占ってもいいですかにさ使われたらいいじゃんね流れてそう、突然ですが占ってもいいですかに。でも本当に幻の一回だったよね、カブト幻。周りがうるさ。めっちゃ怖い。ここで換気休憩タイム的な感じで曲に行く前にちょっと見ながらだとあれなのでちょっと楽しいのでご飯タイム挟みたいと思います。しかもめっちゃ配信止まるし、ご飯休憩、イエーイ、ご飯に集中します。ちょっと動画見てる時だったからだけど、このスーパーの肉じゃがの豚肉が美味しすぎる。豚肉をこのお米と一緒に食べたい、筋子が出てくる前の。具材出てきた。うん。うん。おいしい。のりはしっとり派。パリパリ派。待って、ファミマの筋子が一番おいしいかも。あんま買わないけどファミマで。
か苦い。美味しくて止まりません。このか、フル完売おめでとう。ポンコツな君が好きだのおしゃべり会ですね。受付終わっちゃった。ありがとうございます。嬉しい。最初の初日もフル完売で、最後もフル完売ということで、ありがとうございます。最後の最後にみんなすごい頑張ってくれて、取れなかった人たくさんいるみたいで残念だけど、でも完売嬉しい。ありがとうございます。そう、五分制だったになってなかなか完売が伸びなかったんですけど、最初と最後こうしてフル完売できる、そういうことができてね、そうね、多分最後だからって思って一気に受付したんだろうな、応募。なんとか一部だけ、1枚だけとかの人もいたけど、追加した人はあれだけど、初めて4月9日買った人は1枚だとめっちゃ短いですよね。嬉しい。ずっとずっと止まらず人が来てくれるということで嬉しい。それがね、次が始まってくれればおしゃべり会、もう4月で最後なのでね、寂しくなる。またじゃがいも柔らかっ。この汁に白いご飯を入れたい。オンラインだと時間長いから1枚でも楽しい。そっか、オンライン1枚十何秒ぐらい。ご飯タイム、じゃがいもめっちゃ入ってる。あっちゅう間でしたね。ねえ、本当にあっという間だった。めっちゃちょうどいい、濃すぎない。うまーい。この味自分で作りたい。肉じゃが
で本当に人によって味違いますよね。うまく作れる自信ない肉じゃが。黄色も似合うね。ありがとう。これお気に入りのトレーナー。めっちゃ着てる。一番着てるかもこのトレーナー。具材はカレーですね。お腹いっぱいになってきた。コルセットが。来週から4月とか早すぎ。うん、早すぎる本当に。怖い。私もう今年終わると思ってるよ。毎月もうもう今月終わるんだって。なってるじゃないですか。ってことはもう1年あっという間だって。本当になんかもっと時間を大切にしたい。卒業するメンバーがたくさんいるからいたからかな。すごい最近時間もっと大切にしなきゃなって思うんですよね。あっという間でも忙しいっていうのもあるかも。忙しいからあっという間っていう気持ちもあるかも。でも忙しいのは幸せなことですね。時間があるとさ、無駄にお金使っちゃうしさ、暇だしさ、いいことない。休めるっていうのはあるけど、ゆっくりお金使っちゃうよね。じゃがいも美味しすぎる。でっかいの4つ入っててこんないらないって思ったけど、これはじゃがいもを売りにしてます。このじゃがいも、じゃが、肉じゃが、美味しすぎる。じゃがいも、味しみしみの柔らかい、最高です。20歳超えたら1年経過がめっちゃ早いね。なんでなんだろうそれ。本当にそうだよね。でも私も20歳になって気づいたよ。20歳になってからだってこんな早く感じるの。本当になんでなんだろう。
うん、卵焼きも作ろうと思ってたんだった。でも食べれないから作んなくてよかった。卵が3つあって使っちゃおうって思って3つ全部使ってふわふわの卵焼き作り練習しようって思ってたんだけど。桜ありがとうね。桜餅もありがとうございます。世界になれるからだろうね。かっこいいの。なんか振り返ること多いから不思議だよね。最後の一口米が一番食べてるって感じする。うん。二十歳で体感としては人生の半分を過ぎるらしい。そういうこと。でも生まれた時からその二十歳になるまでが一番、この時が一番新しいことを知るしたり経験したりする時期だ。そういうことか。卵じゃない。アイス見て卵って言っちゃった。アイスありがとうございます。今日スタバ飲みたくてスタバ買って帰ろうと思ったんですよ。タクシーに乗って帰ってくる前。そしたらもうコーヒー牛乳のやつ売り切れてた。ずっと飲もう飲もうって思ってたのに売り切れちゃった。最悪。まだ飲めてないのに。美味しかった。桜餅ありがとう。フルーツ牛乳の方なんだ。コーヒーの方飲みたかった。この前は混んでたって時間なくて買えなくて今日はもう売り切れちゃった。ねえ、ショックショック。ウーバーイーツあるかな。ウーバーイーツってさ、新作もできるの？飲み物とかスイーツとかだけでやったことない。言えない気がする。ごちそうさまでした。それでは結構時間が経ってしまったのでリバイバルの続きを見たいと思います。ありがとうございます。ご飯に付き
き合ってくれて。行きたいと思います。よかったよ、ハドちゃん、めっちゃあ、何がトントンだよさっきから。スタンドが出てきた。すごい良かったですよね。なんだよなんだよ、マイクがあるだろ、喋りなよ。いやね、本当にね、カドちゃんのぜひタイプ A に入ってんの。タイプ多分 A です。あ、多分 A、 思い出した、くじ引きで決めたやつだ。ボールを作ってあげてください。では、ね、さくら、ありがとうございます。スタバ飲みたい、スタバ飲みたい、今めっちゃスタバ飲みたい。あ、緊張する。それでは聞いてください、ヘビーローテーション。ワン、ツー、スリー、フォー。 I want you、懐かしいね、わかる。コールがあるだけでもう胸が苦しくなる。なんでソーラムシやってんの。これめっちゃ覚えてる。ソーラムシやればいいじゃんって言って、なんかいいねみたいになってやったんだけど、良かったのかな、これで。本当にせっかくのセンター。楽しかったな、レッスンもめっちゃ楽しかった記憶ある。なんかトイロのレッスンって本当になんか居心地いいんですよね。この頃はトイロとかなかったから、なんか何でも気使わずにやる。アンダーでやってた頃って多少自分たちがアンダーのポジションっていうのがあって言いづらかったんですよ、レッスン中とかも。直した方がいいところとか、だからその分トイロじゃないんだ、これトイロでいいや、トイロのレッスンすごい居心地が良くて気づかない場所だった、この頃から。こんな簡単な答えが出たのに、この曲もめっちゃやってたな。大声ダイヤモンドと君好きと重力、永遠にライブでやってた、一生やってた、どのライブでもフェスでも。ほうにならもう大好きだ、君が大好きだ、呼んでしる大好きだ、ずっと大好きだ、声の限り君が大好きだ、僕が苦しくなるよ、しまっておけない想いだ、部屋の色大好きだ、この衣装私好きなんですよね、この赤の衣装。
ユニアが天真爛漫すぎて、いやわかる、なんかやっぱ違いますよね今と。大好きだ大好きだなるよ。やばい、めっちゃいい。うわー、この人数の不器用、好きって叫ぶのめっちゃ楽しかった。わかる、私たちも好きっていうみんなのコールが楽しみだったもん、この曲それがあるから楽しかった。これは今のトールでもやってる曲ですね。やばい、ご飯食べたら眠くなってきた。花粉の薬だ、花粉の薬、本当に眠くな、最近眠くなるのはさ花粉の薬のせいですよね。しょぼしょぼする。友達のままで海へ行って何をすればいい。めっちゃいい声。私は目が今年一番弱くてめっちゃ目が痒いんですよね。ふーって帰っちゃう。目薬効かない病院。この通り見ずに、この髪が痛いとか寝不足でも昨日は本当に、一昨日は早く寝とか言って寝れなかったけど、昨日は本当に12時に寝ました。いや違う、12時じゃない、1時だ、嘘つきました。昨日こそあって思ったのに、なんでだっけ。そうだ、レッスンのフリブレ見てたんだ。明日じゃなくて今すぐ見たいって思って照明きれ
うわめっちゃ綺麗。めっちゃ揃ってた。ストーブがね眠くさせてるっていうのもある。花粉は乾燥保湿するのもいいって聞いたんですよね。ちゃんとしなきゃ。ヘビーローテーション、大声ダイヤモンド、不器用太陽、3曲続けて聴いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ可愛いな、ミハルユット。でも最近ミハルの可愛さ、はい、なんと続いての曲で最後の曲になってしまうんです、ね、増してる。ちょっと可愛いけど、そうね、なんとかしたいけどね、ちょっとできないもので、そこをなんとか。これは終わらないやつですね。私たち研究生がいただいたあの曲を歌いたいと思います。それでは聴いてください。下の名で呼べたのは、私結構目眠そうな目してたね。うん、目が乾燥してる。まぶたきしにくい。ちゃんと見てますよ。めっちゃ見えてるんで、あの、許してください。寝てるように見える？めっちゃ見えてる。最近携帯のフィルムをね、ブルーライトカットに変えたんです。大滝さん、卒業発表した後ですか？私気づいちゃった、自分が可愛く見える理由。めっちゃ気づいちゃった今。なんだと思う？目開いてなかった？そう、今気づいちゃって目覚めた。なんだと思う？これが20歳と10代の差だっていう。いや違うんです。いいですか？肌の質、10代の肌してる。いや20歳になってから本当に変わったんですよ。肌もなんか、なんていうの、ハリツヤてか肌が綺麗シンプルに。
めっちゃ肌綺麗だ。それがだから若いし、ちょっとなんか明るく見えるんだ。ピチピチな10代だったんです。え、中学生これ。2年半前中学生、ギリ中3。こいつな、成り立てか。いや、まだピチピチでした。何が違うんだってずっとなんか考えてたんですよ、自分の顔が。メイクもあるけど肌が若い。DMM の釣りが違うだから。え、人数多い。ギュッてするやつ今3人しかいない。めっちゃ来てた。え、めっちゃ来てる。本当にめっちゃ来てる。めっちゃ来てる。え、めっちゃめっちゃありがとう。桜もありがとう。だるまもありがとう。めっちゃちゃんと見れてなかった。以上で LGT48 下の名前で呼んでみて研究生スペシャル公演を終了させて終了すいません終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、7個変わらなすぎる。あー、終わっちゃいましたけども、これ終わっちゃったんですかね。なんかあっさりしてますけど、ね、ほら、レーナって言ってくれてる熱い人がいます。覚えてる、これ DMM で見返して、声が裏返ってて頑張れって私も思った。頑張れ。めっちゃ笑っちゃった。懐かしい、これ。あれ、めっちゃ頑張ってくれてありがとう、言ってくれた人。めっちゃ研究生大好きなんだろうなって伝わってくる。めっちゃ笑っちゃう。いや、めっちゃ愛伝わってくるんだけど、めっちゃ笑っちゃう。嬉しい、これ。泣けるわ、これ。泣けるのに笑わせてくるこの人。いや、裏ではこの裏返ってるのじゃなくて、コールだけが大きい声で聞こえてたから、裏でもめっちゃ感動してました、この時着替えながら。大滝ゆりやYeah!
いやこれ泣ける公園ないよな。めっちゃいい写真が。めっちゃいい写真じゃん。やばい来た、やばい笑っちゃう。感動の曲なのに笑っちゃう。研究生公演初日から1年もがきながら悩みながら公演を作ってきました。9人での特別公演はスタッフさん、そして応援してくださるファンの方々からのプレゼントだと思っています。私たちにたくさんのチャンスをありがとう。それでは聴いてください。夕日を見ているか。すごい、ななこ本当にすごい。私これ絶対できない。めっちゃ泣いた時が。私たちの中でめっちゃ笑い話になってるんですよ最近。でもこの動画見る。やめてなくて6人残ってるのめっちゃすごいと思う。寂しいとは言ってるけど4年半続けてきたの本当にすごい。
ごいよね、本当に。この時は正直20歳の自分全然想像してなかった。 NGT の20歳の自分、もう今で今を頑張るのに必死すぎて全然先のこと見えてなかった。この時この振り懐かしい。めっちゃいい曲に聞こえる、いい曲なんだけどさ、なんかこの曲すごい思い出深いんだよな。研究生だけで先生もなしでレッスンしたのを思い出す。本当に辛かった、メンタル的に。なんで自分たちでこんなに頑張ってみんなは USJ 行ってステーキメンバー USJ 行ってって思って頑張ってた。
すごく嬉しかったです。そして、今日 9人だけで公演をさせていただいたんですけど、まあ、さっきも言ったように大滝さんが卒業発表してまた9人でできるのがあるかもまだ分かんないし、もしかしたらないかもしれないし、でも あってほしい、やりたい、お願いします。またね。あ、だから今日の公演は本当にすごく心に残るすごい最高な公演でした。皆さんありがとうございました。じゃあ最後に大滝さん、はい、ちょっと感想ですね。本当ね、3日に卒業発表させていただいて、そしたらもうなんかまだ卒業公演でもないのにすごいユリア公演がでも勘違いじゃなかったら、すごいあのアンコールにユリアンっていう名前がすごい叫ばれてくださって、本当にもうそこからもう叫んでたよ、声からしながら、年なのか分かんないけど涙がもうすごい止まらなくて、あともうみんなのね顔を見てるといろんなことを思い出して、あのすごい涙が溢れてきます。本当9人でまたできてよかったなと思いますし、この思い出は一生墓場に持ってきます。すごい早いな。早いよ。最高だ。もうちょっとよろしくお願いします。また3期生が入ってきて、こうやって研究生として頑張ってくれるのかな。はい、それでは次の曲は NGT48 にとって大切なこの曲を9人で披露させていただきます。それでは聴いてください。マックス時315号。LED のやつがめっちゃいい、バックのやつ。みんなが覚えてくれっていうプレッシャーもあって、みんな
事前にやってくるんですよ、家で。ミキサーがね、本当に優秀すぎる。この人どうなってるのね、本当に分かんない。でも最近は私振り覚えるときは映像をスローで再生して覚えるんですけど、反転してると覚えられなくて、なんか鏡になってる方が覚えられない。映像と逆の動きをする方が覚えやすい。でも振り起こして大体夜中にやりたくなるんですよ。夜遅くなって、あ、やらなきゃってなってやるんですよね。寝て起きてまたちょっとやってレッスン行くみたいな。寝ると本当に体に入る睡眠の道。この間のゲーム部のは難かったです。 NGT のダンスより難かったです。2回目となるんですけれど、知らん曲なんだもん、全然知らん洋楽なんだもん。勝手に持ってるので、 でやりたいと思ってるので、次につなげられるようにこれからも一生懸命頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわ、これが3人になってしまうんですよ。カドが卒業して、4月にはアイニャが、バイバイ。さっき言ってたの、ここ。これこれ。ファンの人が優しすぎる。ありがとうございます。ファンの人のありきのありだったんで、本当に。ね、大竹がガチで泣きそうになってるのに、私ふざけて、最低。あと5年で10年経つ。
5年ね。いやでも5年って5年は長いな。1年はあっという間だけど、7年からやってたんです。だから今ずっとやってたユニット声の登録声は本当にエモい公演だったんですよ。研究生からやってたの。ねえみんな楽しそうで可愛い。あの人でもどこにいたか分かんない。声出して探してみんな。頭頭あ、どうぞ。たちに行かなかった、まあ、まあ、キャッチできた方は、ね、後ろまで飛ばなかった。おそらく幸せが訪れるらしいので、でしょう。大丈夫、大丈夫ですか。どこか、いいですか、ちょっといいですか。ということで以上で NGT48 下の名前で呼んでみて研究生スペシャル公演を終了とさせていただきます。本日ご来場のお客様に感謝の気持ちを込めましてメンバー全員でお見送りをさせていただきます。お時間に余裕のある方はぜひお見終わったんだ。終わった、終わっちゃったということで、パチ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 大きな拍手を皆さんお願いします。やばい、めっちゃ良かった、楽しかった。やっぱコールあるのが良すぎる。みんなのコール聞かせて。なんか改めて人数多かったんだなって、10人で頑張ってきた思い出がすごい蘇ってきたのと同時に、卒業メンバーがどんどん増えて3人になってしまうっていう悲しさが込み上げてきました。DM コメント見たい。コメント見よう。誰にも羽ばたく時が来て、夏の二次会ともある。2017年、終わった後にここで寝っ転がって写真撮ったのめっちゃ覚えてる。時間のない中できたスペシャル公演、ね、みんなで集まる時間も少なかったけれど、もう集まれた時間もね全力で、まあ、こんな ね泣く予定はなかったんですけど、泣く予定はなかった気のせいです。すいませんでした。なんかもう22歳になってなんかいろんなことがほらなって、本人が一番泣いてました。私が一番泣いてました。はい、ごめんなさい。お蔵入りとか言ってるけど今見ちゃってます。4年半後にちょっと違うから楽しんでもらえたんじゃないかなと思います。やりたいです。9人ヘッドで怒るからね。9人でまた
ハルが初めて喋った。 Thank you, say yay! Yay!怒るよって太郎言ってたけど、そんな太郎も卒業発表してしまって、でも本当に頑張ったなって思います。本当に頑張ったよ4年半この頃から言ったらね、4年半長かったよ、いろいろはいろいろあったけど、活動できない期間もあったけど、うやー、ここ2年ぐらいはコロナ、なんかコロナ禍の状況でもね、少しずつ活動が増えてきて、ここのラーメン部とかスイーツ部とかラジオも始まって、ゲーム部も メディアの露出も、本当にここ2年ですごいたくさん NGT グループとして増えたなって思うんですけど、私もスケボー始めたい、アイナンもね、そうですね、でこれから3期生が入ってくる、来てくれるわけじゃないですか。そうなったらもうどんどん新しいことが増えていって、ね、卒業メンバーがこんなに続いてるってだけでも皆さんすごい気持ちがついていけないってないと思うんですけどね、今ね。でもそんな中でも新しい3期生が入ってきてくれるんですけど、だから3期生も多分びっくりしてるよね、こんなに先輩になるかもしれないメンバーが卒業をどんどんしていくなんて。私もすごい不安です。なんか3期生が入ってくれる、いろんなことをね一緒に活動してくると思うんですけど、みんな3期生きっと多分おしゃべり会とかあったら行くじゃないですか。それでつられる人がたくさん出たりするじゃないですか。そういうこともあるよね。行かないんだな、これが。行かない人は行かないよ、そりゃ。それはもう信じてます。NGT のファン特に多いよな。そうですね、実際ね2期生とかの事例がありますしね。でもやっぱ3期生には頑張ってほしいんです、このグループに入りたいって思って来てくれたみんなには。だからそこは本当に応援したい、3期生のことを。でもやっぱり離れてほしくないけど、やっぱ3期生には3期生の新しいファンの方がいっぱいついてほしいなって思うし、難しいですよね。新しい子ってやっぱ魅力的じゃないですか、やっぱり。どんな新しいことに、新しい経験をたくさんするわけじゃないですか、アイドルになったら。すごい楽しみにして入ってきてくれると思うので、どんな子が来てくれるんだろう。
年半一期生。でも3期生が入ってくる前にまさかこんなに卒業メンバーが増えると思ってなくて、私ももう結構ずっと一期のメンバーに、後輩が入ってきてからもすごい一期のメンバーに頼ってた部分がめちゃくちゃあったので、3期生にとって全然頼れる先輩になれる気がしてないんですけど、でも本当に頑張らなきゃなって思ってるので、一期が卒業メンバーがどんどん控えてて、3人控えてて、2期生からも私全然先なんて言うんだろう、先輩として尊敬してるってよりもなんかすごい優しいとか言ってもらえるけど、先輩感って全然ないと思うんですよね。でもやっぱ3期生の前に3期生が来てからはちゃんと先輩って思ってもらえるように頑張りたいと思います。可愛がられてる。でも年下だもんね、3期生が来てくれるって、来てくれる3期生、あのでも同年代もいるかもしれないのか、最年長が。最年長が来てくれたとし、あ、最年長が二十歳だとしたら同年代の子が。で、皆さん今日オーディションは書類で打ってきてしまいました。あ、応募してくれてありがとうございます。でも、もう進んでいってオーディションもそうやって落ちた子もたくさんいると思うんですけど、でもそういう子にもアイドルになりたいっていう夢は諦めないでほしいし、諦めないでほしいし、また違う形でねアイドルグループに入れたらいいなって思います。年齢の差の設定が狭いよね。まず先輩の形もいろいろあるから、でも本当に2期生がめっちゃしっかりしてくれてるので、すごい頼れる後輩ばっかりなんですよ。みゆみゆがキャプテン、次のキャプテンとしても決まってて、みゆみゆもいるし、頼れる2期生もたくさんいるし、でも1期生が少ないよね。でもどうなんだろう、7年半で1期生何人になるんだろう。3、4、5、6、6人、7人か。でもやっぱ卒業する子たちはすごい夢を持ってみんな卒業していくので、寂しいけどやっぱそこは応援するべきだよね。でも寂しい本当に。
3月が終わったらかのちゃんがもうすぐ卒業を迎えて、すぐアイニャの卒業が来て、あゆが6月一歩踏み出す勇気えぐいよねって、かっこいい、うん、本当にえぐいですえぐい本当にそう思います。そんな卒業メンバーだってね、卒業しようって思ってすぐ卒業を決めたわけじゃないから、全員ちゃんと何年もかけてとか、たくさん話し合いをしてとか決めた卒業なので、本当にすごいと思う。で、不安だもんね、新しい世界に飛び出すって。僕には夢がある、希望がある、そして自由がある、ラララララ。そうだね、今の皆さんで言ったら、今やってるお仕事辞めて転職して新しいお仕事に就くってことですよ。すごいよ、本当に尊敬します。来る側は寂しい、そうだから辛いよね、来る側は。そうなの、めちゃくちゃ寂しい。昨日のレッスンもめっちゃ泣いちゃった、カドの卒業公演のレッスン。だからちゃんと寂しいけど、卒業メンバーを素敵な形で送り出してあげたいなって思います。応援したいです、私は。みんなのこと、皆さんも応援してあげてください。そして残っている NGT メンバーの応援もこれからもよろしくお願いします。推しが卒業しちゃったとしても、その推しがいた NGT っていうグループを好きでいてください。私のことを好きでいてくれてるファンの皆さんもこれからも応援してくれたら嬉しいです。任せろください、よろしくお願いします。そう、1期生は1期生で多分すごい不安を思っていることも、不安な気持ちも多分それぞれ全員たくさんあると思うんで、これからのことに。だから皆さんの応援がこれからもすごく大切なので、これからもね、応援してくれたら嬉しいなって思います。首が疲れた、ずっと下向いてたから。あ、首がつりそう。つる一歩手前。ちょっと待って一回ちょっとストレッチ。はい、大丈夫です。あ、ちょっと
やばい、首つりそう。しっかり湯船に入ります。最近湯船入ってる、だから寝るの遅くなるっていうのもあるよね。ありがとうございます。ということで、じゃあ最後ランキング読んで終わりたいと思います。え、ここの筋がさ怖い、釣りそうで。首頑張れ、ありがとう。じゃあランキング読みますね。13位、マス先生。12位、ヒンジさん。11位、りっくん。10位、聖司レナさん、とても心配です。9位、まゆちゃん。8位、りーさん。7位、たけめぐさん。6位、レイトさん。5位、ローさん。4位、しゅうちゃん。3位、いつかの少年さん。2位、かつみさん、あとれいなたまおしさん。1位、赤シャチさん。ありがとうございます。あ、スクショタイム、スクショタイム。首がもうなんかおかしい、首がおかしい。こっちのこっちにしてたら大丈夫。よし、ありがとうございます。めっちゃキモい動きしてるね、さっきから。ちょっとストレッチします、終わったら。ありがとうございました。よく温めてご質問ありがとう。湯船にちゃんと入りたいと思います。楽しかったね、ありがとうございました。懐かしい気持ちになった。皆さんおやすみなさい。みんなもゆっくり休んでね。明日もおしゃべり会よろしくお願いします。バイバーイ、おやすみ。